高津佐信介は、日本の公爵、貴族院議員、明治神宮宮寺、鳥類学者、日本町学会会長、鳥の公爵、小鳥公爵と呼ばれた。家族と共に公爵で陸軍少将、高津佐広志通りの長子として、東京市麹島地区に生まれる。幼児は昆虫採集を好んだが、やがて鳥類に関心が移る。年に、 講師附属賞、1906年に講師附属中を卒業後、学習院高等科に進み、鳥類学を志すようになる。1911年、東京帝国大学理科大学動物学科に入学、飯島磯教授に指示。1912年、飯島及び、兄弟弟子の黒田朝礼や内田聖之助と共に、日本長学会を設立、回答に飯島教授をいただく。 大学卒業後、一度は大学院に入るも、1915年、秩父の宮及び高松の宮のみ子不育間に任せられて中退。父の死去に伴って、1918年6月10日、公爵を就職、貴族院議員となる。公務の傍ら研究を続け、1917年、初の著書、外一人を上司。同年、鳥類飼育愛好家の会である。 鳥の会を設立後会長となる。1922年、飯島の死去に伴って日本庁学会第二大会頭に就任。1924年、ベルギーで開かれた万国議員寺会議3列のため等を1年半をヨーロッパで過ごす。大英博物館に通い、鳥三昧の日々を過ごした。1932年、 日本で絶滅した品種の桜がイギリスから逆輸入されたことを受けて大白と命名。1935年から家族会館館長。1940年から日本出版文化協会会長。1943年、理学博士号を取得。1944年、明治神宮,宮寺となる。1946年、神社本庁通りに就任。 翌1947年の日本国憲法施行に伴って家族制度が廃止された。その後、公職追放となった1959年2月、肝臓癌で没す。去年69、未完行の原稿約1万枚が残された。四帝の高塚紗信行は、養魚家、堺市立水族館長。妻安子は、公爵、徳川家里の次女。息子は、 鉄道研究家の高津笠利道、伊勢神宮大宮市の高津笠直竹は孫、三女、両氏の夫は、宇治家彦。ありがとうございます。